シムスケープエレクトリカルは、電気回路、電動アクチュエーター、あるいは電力システムのモデル化とシミュレーションのためのコンポーネントライブラリーを提供します。例えば、DC-DC コンバータ、モーター制御システム、マイクログリッド、再生可能エネルギーや V2G を考慮した電力システムなど、様々なアプリケーションをカバーします。シムスケープエレクトリカルには、半導体素子、モーター、オペアンプ、論理回路素子、センサー、受動素子など、様々な種類のコンポーネントが用意されています。さらには、発電機やモーター、変圧器、送電線、電力変換器、電動駆動装置などのライブラリーも提供しています。また、MATLABベースのシムスケープ言語を利用して、カスタムでコンポーネントを作成することができます。シムスケープエレクトリカルを用いることで、電気システムをモデル化し、システムレベルの振る舞いをシミュレートすることができます。機械や熱などの他の物理領域や制御アルゴリズムと組み合わせたシステムの機能、性能評価が可能となります。例えば、回路素子に故障を注入し、故障がシステムに与える影響を評価することができます。あるいは、モーター制御システムを動作させた時のモーターの巻き線や回転子で発生する熱損失を評価することができます。シムスケープファミリー製品は、ベース製品となるシムスケープと複数のアドオン製品から構成されています。ベース製品となるシムスケープは、様々な物理領域の基礎的な物理コンポーネントのライブラリを提供します。そして、物理システムをシミュレーション、分析するための豊富な機能を提供しています。シムスケープのアドオン製品は、豊富な物理コンポーネントや解析機能を追加します。電力システム、加熱冷却システム、メカトロシステム、マルチボディシステムなど、物理システムのモデル化とシミュレーションの業務を効率的に進めることができます。シムスケープエレクトリカルモデルは C コードに変換することもできます。ハードウェアインザループテストは制御装置を安全にかつ効率的にテストするためには欠かせない手段です。リアルタイムシミュレーター上で物理システムの挙動を模擬するためにシムスケープエレクトリカルモデルから自動生成した C コードをハードウェアインザループテストに利用することができます。シムスケープエレクトリカルモデルはシムリンク上でブロックセンズ、状態遷移図、あるいはマトラブ関数など様々なモデル技術と統合し、システム全体を同一の環境でシミュレートすることができます。制御システムの設計やシステムレベルの機能、性能の評価にシムスケープエレクトリカルのご利用をぜひご検討ください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。